アリアンヌ・アスカリットは、フランス出身の女優。イギリスのトップ女優の一人で、夫でもあるロベール・ゲディギャン監督作品の出演で、知られる。フランス最高峰、セザール賞の主演女優賞をはじめ、欧州で各賞を受賞。エクサンプロバンス大学で、社会学を学んでいたとき、後に、映画監督となるロベール・ゲディギャンと出会う。その後、パリのフランス国立高等演劇学校で演技を、 学ぶ。1976年より映画に出演し始めるが、同時に舞台でも活躍。1981年には、ゲディギャンの初監督作品、デルニエエティエに出演し、インゴ・ゲディギャン作品の常連となる。1996年のマルセイユの恋で、セザール賞主演女優賞を受賞。以来、同賞は、ゲディギャンのマリエ・ジョイセド・アムールと、 キリマンジャロの雪で主演女優賞、クレールの刺繍で女演女優賞にノミネート。さらに、ゲディギアン作品のラビルエトランクイルでバリアドリッド国際映画祭最優秀女優賞、レボエッチ・イエヌ・アーミーニーで第1回ローマ国際映画祭最優秀女優賞を受賞している。なお、映画、テレビ、舞台と精力的に活動しているが、日本での映画公開作は少ない。 ありがとうございます。